おはようございます。おはようございます。今日はしほちゃん校外学習です。イエーイ。まだ眠いんですけど。眠そうだけど、ちょっと今日いつもよりね早く行かなきゃいけないんだけど、ちょっと時間を抑えていただいて、はい、ちょっとチェックをね、最終チェックをね一緒にしようと思います。はい、はい、眠いです。すいません、ちょっとね洗濯機の音がうるさいかもしれないんですけど、もうそこはねこの朝の生活感が溢れてるということでお許しください。はい、あー、コロンのガウガウリミちゃんがなぜなんですか。それも生活感があるでしょうか。今日はね、はい、どこ行くんですか。どこ行くっていうか何を勉強しに行くの。校外学習だからなんか勉強なんだよね。そうなんですよ。どんな勉強なの。あの日本地図を歩いて作った伊能忠敬さんのことを知ったり、あとお祭りのあのみんな担いでるだしっていうのを、うん、見に行ったり、あとあやめっていうお花を見に行ったり、うん、へえ、そっか、いろいろね多分ね、終わったら絵日記とかが書かれる。そうだよね、なんかどう思ったかとかさ、そうそう感想とか絶対書かされるやつだよ ね、 やつだ よ、 ね。よく書けるようにね、見とかなきゃね。出汁が大きくて迫力が満点で面白かったです。もう行く前から書くこと決まってんの。でね、今んとこね、天気ね、大丈夫なんだよね。晴れてるんだけど雲が動くの、でもね、あの、どっちの方、四国の方、西日本、西日本が今、今日台風らしいのね。で、明日関東が台風なんだけど、うん、どこまで天気がね、持ってくれるか。でもまあ、雨降っても結構らしいので。そうです。台風が降っても結構です。そうです。頑張って。まあ、バスだからね。コロン、なんでコロン。コロンって今目があったの。あ、そうなの。はい、じゃあしほちゃんといえばおやつです。なんでいつもおやつさ、少なくない。今日は何持っていくの。ママ、なんかお友達と買いに行ったとか言って。はい、おれよそれだけ、これだけ。へ、友達と買いに行ったやつをやめた。あ、やめたんだ。やめた。家にあったやつ。家にあった俺を持ってった。そうなの、結局それになったの。それポチ袋いらなくない。でもほら、もしさ、食べてる途中でさ、終わりですって言ったらさ、ね、袋を輪ゴム、輪ゴム渋。私は大好きだよね、このオレオだけです。大好きなオレオ一つです。一つ、やっぱり一つだね、しょうちゃんね。絶対お菓子一つ。去年も一つだった。なんか前のさ、一つじゃなかった。一つか二つ。ねえ、絶対そうだよね。そうそうそう、絶対一つか。で、そうだったっけ、うん、いっぱい食べてた記憶。うん、リミちゃんも友情出演したらここで。ちーちゃん、このおティッシュを使いなさい。あ、そのティッシュかわいいじゃん。リミ映ってないよ、もうちょっと行く。おはようございます。はい、レンジ、私ティッシュ3本。そのティッシュ可愛くない。なんか顔ついて。あ、これ昨日もらったやつか。そう。あれ、私ティッシュの、あれ昨日くれたやつない。え、じゃあ上に忘れてきちゃったじゃない。じゃあちょうどよかったじゃん、ティッシュ。ちょうどよかった。リミナイスよ、リミナイス。リミナイス。はい、じゃあ、今日の、じゃあファッション。ファッション。いつもチェックしてるね、校外学習の日のファッション。そう、遠足しか覚えない。あ、遠足とか校外学習とかさ、行くとき一応一応一応。じゃあそこに立つ。今日はリミちゃんがね、リミちゃんは通常営業。いつもと同じ、変わらない服ですね。こんな感じです。いつもと変わりません。はい、それが好きなの。これが好きなの。うん、お気に入りなの。うん、でもこれ一つ嫌なことがあって、うん、すぐこうやって、あ、肩が落っこっちゃうね、ピローンって。うん。でもなんか珍しいね、校外学生の格好としては。本当なんかいつもなんかデニムとかそういうイメージ。そっか、そうだね、ベルトにデニムみたいな。それもね、考えてたでしょ。考えてた。ね、まあ、結局これで、ね、一回来たのよ。そっか、しっくりこなかった。しっくりこなかった。だから急いで決め。ミミさんがあくびをしてました。
じゃあ、ジョージャン、つめつめしましょう。お弁当もできたので。そっか、やばい、またかいちゃった。かゆい？うん、昨日乾燥肌が発生した。クリーム塗ってく？塗ってく。ジョージャンはね、前ね、病院の動画出したけどね、乾燥肌なんだよね。そうなんです。クリームで塗らないとね、いけないんだけど、サボるんです。サボる、サボるとね、こうやって、そう、1ヶ月サボった気がする。そう、塗るんだよ、ちゃんとあるんだから。1ヶ月じゃないよ、2ヶ月、3ヶ月。え、サボってたの？サボってないよ。よし、オッケー。オッケー。じゃあ、最終チェック。酔い止め持った？持った、3つ持ってて、うん、で、朝30分前だから。飲んだ？飲んでない。飲めな、今。あ、そうか、30分前だからさ、20分に学校着く。じゃあ、学校着いた時に飲もうかな。そうだね、30分前に飲むといいんだよね。そう、ちゃんと持ったか見てごらん。3つ持った。3つも持っただから、うん、ほら、3つ持ったから、1つ飲んで、1つ飲んで、1つ甘いみたいな。予備1つ。あ、ほんと。見せてください。千穂ちゃんの必需品です。そんな言わないんだけどね。グレープ味にしたの？昨日レモン味とグレープ味と迷ってたじゃん。迷ってた。グレープになったんですか？うん、でも私、うん、いいね。私ね、最近酔ってなくて酔わないかなと思ったんだけど、新会社なので、うん、一応舐めてきます。そうだね。じゃあ入れていいですか？もちろん。じゃあもう本当最終チェックしてください。チオリでしょ、うん、アワントゥルでしょ、うん、プレントでしょ、スプーでしょ、うん、オリアッツでしょ、うん、イオーグでしょ、うん、ハンカチとティッシュあって、うん、敷物があって、エチケット袋があって、用意のカチに入れて、うん、オッケー、全部オッケー、バッチリ、バッチグーです。はーい。じゃあ、私焼けてる子を見るとね、やっぱ焼けるよね、しょうがない。だから一応さ、日焼け止め、日焼け止めあるからね、子供に。日焼け止め、うん。はい、というわけでね、私のこのリュックはおしまいです。はい、じゃあ頑張ってね、楽しんで、うん、なんだっけ、バスレコなんでしょ。すごいよね、そういうの大好きだもんね。イントロクイズするの？そう。楽しみです ね、うん、あと私バスレコの司会なんで。あ、司会もするんだ、これ、すごいね。それでは一般の何々にお願いします。へー、司会するんで。すごいね、司会もするの。頑張って、うん、楽しみ。頑張ります、はい、でもハンのリーダーにはなれなかったの。え？ハンのリーダーにはなれなかったの。じゃんけんが弱くて一回も負け、一回は勝てませんね。じゃんけんで決めるの？みんななりたいってこと？うちのハンみんななりたい。すごいね。じゃんけんになって私一回も勝てない。はい、じゃあね、楽しんできてください。はい、バイバイ。行ってきます。いらっしゃい、楽しんできてね。グミ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 ビア、そんじいらおやつだ。